ポイントは全部で3です。わあ、カモン、グーグーの。どうも、パタラガットです。綺麗な体型になるために必要なのは体の脂肪を落とすこと、そして筋肉量を増やすこと。この2つを達成することで体にメリハリがついて綺麗な体型になることができます。この脂肪を落とすことと筋肉をつけること、この2つを両立することができるのかどうかを疑問に感じたことがある人が多いんじゃないでしょうか。実際今回こんなコメントをいただきまして、減量、特に体脂肪率を減少しながら筋肥大することは可能でしょうか。結論から言うと基本的には不可能ですが、一部の人には可能です。今回はその一部の人がどんな人なのか、そして脂肪を落としながら筋肉をつける具体的な方法を話していきたいと思います。まず脂肪を落としながら筋肉をつけることができる人について話していきます。それは筋トレ初心者です。運動習慣が全くなかったり、ジムに通ったことがなかったり、それまで全く筋トレをしてこなかったという人は、体脂肪を落としながら筋肉を増やすことができます。ただ全ての筋トレ初心者が体脂肪を落としながら筋肉を増やせるわけではなくて、あくまで筋トレ初心者が適切な方法で減量した場合に限ります。それでは次に、その適切な方法が具体的にどんなものなのかを話していきたいと思います。ポイントは全部で3つです。1つ目は高い負荷で筋トレを行う。筋肉を成長させるためには高い負荷で筋トレを行うことが必要不可欠です。まあ自宅で行う自重トレーニングでも、回数で限界まで追い込めば高い負荷が出ることができるんですけど、筋トレ初心者はなかなか難しい、現実的ではないでしょう。でまずは最寄りのジムに入会して、バーベルとかダンベルとかマシンなど専用の器具を利用してトレーニングを始めるようにしてみてください。で、2つ目はタンパク質をしっかりとる。筋肉を成長させるためには高い負荷だけでは不十分で、タンパク質をしっかりとることも必要です。具体的には1日あたり体重かける 2g ぐらい、つまり体重が 60kg の人なら1日 120g ということですね。ただこの体重かける 2g はあくまで目安です。その人の体脂肪率によってはもっと取った方がいい場合もあるし、逆に少なくてもいい場合もあるということだけ頭に入れておいてください。そして3つ目はゆっくりと体重を落とすことです。実際に早く体重を落とすグループとゆっくり体重を落とすグループを比較した研究では、落ちた体重は同じレベルなのにもかかわらず、ゆっくりと体重を落としたグループだけが筋肉量が増えて、かつより多くの脂肪が落ちたことが分かっています。なるべく早く理想の体型になりたいという気持ちはわかるんですけど、脂肪を落としてかつ筋肉をつけたいのであれば、極端にカロリーを抑えすぎずにゆっくりと痩せるようにしましょう。それが最後に今回の内容をまとめます。筋トレ初心者であれば、適切な方法で減量を行えば、脂肪を落としてつつ筋肉をつけることはできます。ただその際は次の3つのポイントの応用にしてみてください。1つ目、高い負荷で筋トレを行う。2つ目、タンパク質をしっかりとる。3つ目、ゆっくりと体重を落とす。で、注意が必要なのは、先ほども話したようにタンパク質の必要量には個人差があって、体重が異なれば理想の減量スピードも異なります。つまり全ての人に当てはまる摂取カロリー、タンパク質量は存在しなくて、各々がそれぞれ計算する必要があるということです。自分の理想の摂取カロリーとかタンパク質量が知りたいという方は、ぜひ僕が運営しているプチパーソナルにお申し込みください。プチパーソナルっていうのは月額490円で、パーソナルトレーナーの僕があなたのボディメイクをサポートさせていただくサービスです。そこではお申し込みいただいた方に、1日の理想の摂取カロリーと PFC バランス、PFC バランスというのはタンパク質と脂質と炭水化物をどれくらい取ればいいのかって話ですを計算してお伝えしています。で、プチパーソナル YouTube のメンバーシップ制度を利用して運営しているので、興味がある方はチャンネル登録ボタンのところにあるメンバーのボタンからお申し込みください。